皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。今日もですね、非常に天気が良くて暖かかったですね。本当に昨日もそうなんですけど、今日の方がより暑かったなって気がします。ってのもね、本当夏日なんじゃないかなってぐらいで、こんだけ暑いと本当日焼けしますね、外にいるとね。まあちょうどね、自粛ステイホーム週ということなので、あんまり外ね出られないかなと思うんですけど、まあ農業っていうのはどうしても外に出ないとね、まあ作物なんで毎日ハウスに行って、そしてこう見てあげないといけないところもあるので、どうしてもね自粛ステイホームができないんですけど、まあそんなところで今日の動画はとりあえずですね、苗育苗ハウスのちょっと進捗状況のお話をしようと思います。ここ最近ね、ちょこちょこ育苗ハウスのお話をしているんですけど、本格的にもう作業が、育苗ハウス来年の準備が始まってまして、今日お話しするところはスカイベリーの苗についてちょっと見ていこうかなと思いますんで、早速行ってみよう。はい、ではですね、早速、スカイベリーの育苗ハウスの、状況なんかもちょっと詳しく見ていきます。まず全体見ましょう。全体バーって全体見ましょう。全体です、こんな感じ。ここ全部のハウス、この一つのハウスがスカイベリー専用の育苗ハウスになりまして、定食するときに使う本数として1万本作らなければならないんで、まあこの1棟分ぐらいはないとね、足らないかなってところです。すごく長いですよ、こんな感じで。もう一回見ましょう。はい、ではね、早速詳しく見ていきましょう。はい、では早速詳しく見ていきましょう。ですね、まずこう見ていただくともう分かるんですけど、他の苗っていうの親株はもうランナーが出てきてるんですよ。このランナーまだこれ短いんですけどね、スカイビリーっていうのはもともとこうなるのが遅いんですよ。12月と後半ぐらいにしか、収穫ができない品種なので、このランナーを取るのもだいぶゆっくりめでしか出てこない、一気には出てこないんですね。ほんとゆっくりです。ただ他の品種との違いとしては、スカイビリーってすごく大きいんですよね。もう親株、実自体もすごく大きいんですけど、親株もやっぱり大きい、非常に大きいですね。非常に大きい、何回大きい言えばいいんだかっていうことなんですけど、本当に大きいです。しっかりとしていて、やっぱり他の品種に比べると、1.5 倍とは言えないかな。でも、本当にそのくらい非常に大きい品種です。で、ゆっくり成長していきます。で、品種によってはね、もうランナーがいっぱい出てきてる品種なんかもあるので、その品種によって、ランナーの取るスピードっていうのも変わってきますね。はい、まあ今はとりあえずね、まだそこまでこのスカイベリーは作業する作業っていうのはないので、まあこのまま放置って感じになります。まあこれからは前の動画でも話した通り、すくすくトレイを並べていって、ここに並べていってランナーを取る、準備をしていきます。まあこんな感じでございます。はい、今日はスカイベリーの育苗ハウスについてのお話をさせていただきました。まとめるとですね、やはりスカイベリーっていうのはまだ、成長がゆっくりな品種なので、そこまでまだね、これをしなきゃならない、あれをしなきゃならないっていうのはないです。こうゆっくりな品種はこれから徐々にって感じなんで、これから僕らもいろいろとランナーを取れるように準備をしていくって感じで、今は、進めていく状況です。ただね、やはりね、この5月に入ってから気温、夜の気温がだいぶ暖かくなったんで、夜の気温が暖かくなると、病気になりやすくなるので、ここからはしっかりと防除っていう、薬剤散布みたいなのもしていかなきゃならないので、そういったところのローテーションだけはしっかりとしていこうかなっていう感じですね。はい、では、今日の動画は以上になります。本当にね、最初の動画の冒頭でも言ったんですけど、暖かくなってきたんで、ぜひね、体調管理に気をつけてください。そして1日7粒イチゴ食べていただいて、健康的に過ごしてください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ではまた明日。